このキツネタン掘り下げていきますね。だってもうマー君事情でいうと、もうキツネは天敵中の天敵ですからね。確かに何でも言いますけど、確かにね、それでもマー君はこうやって平和に踊ってくれるってのはありがたいですよ。僕いつね東京でやってるラジオ番組にマー君ゲストで来てくれましたからね。そうなんですか。あのマスコットのマー君ですもんね。そうですよ、本物のマー君。いやいや、田中正弘が来た。いや今映ってたの。何を言ってるんですか。そうなんです、視聴者を混乱させないでくださいよ。失礼しました。あ、またパリブ JP 持っていかれるわ。いや、ご来場ありがとうございました。あ、これがピカチュウですね。あ、こっちがピカチュウですよ。きなりピカチュウって言ったら、いやいや、岩本あのさんが言うんですか、森本さんのことに聞かれてる。岩本さん、なんで岩本さんが出てきた。森本さんは岩本さん言い間違えましたね。いや、違う違う、こう岩本さんがいつも言ってるのかなと思って。岩本さんが僕にピカチュウなんかもうずっと一日中言ってくらいの勢いですよ。そうですよね。いや、ピカチュウっていうね、そんなあだ名もあまりしませんでしたが。さあ、そして今日もたくさんのお客さんが来ているの。おっとっとっと、これは何ですか。何ですか。大先輩いますね。大先輩がいますね。はい、家族で楽しんでるという、キャリア初のプロ野球観戦になっているというらしいんですけどもね。いや、僕まだないんでね。あ、そうですか。今度僕も来ます。ね、もう本当に、はい、ブルペンでの過ごし方みたいなものもこういった球場では皆さんよくわかりますね。そうですね。のどりです。はい、おーい、今酸素の補給です。酸素の補給、あのね、アスリート、やっぱ頭の中でいろんなこと描きますよね。緊張してるからこそあえて酸素の補給であくびが出るんですよ。 あれ緊張あくびって言うんですよ。はい、今日は快晴、少し暑いくらいのね、帯広からお伝えしています。ゲーム中盤戦の4回表に入ります。非常に日差しはきつくなってますね。そうですね。でね、もう今も2時前ですから、うん、少し日が傾き始めてますよ ね。放送席直撃ですからね、これ。そうですね。これまだ太陽の恵みいっぱい浴びると岩本余計に厄介になりますからね、これ。そうですね。今この時点で声のトーンがちょっと上がってるわけでありまして、これまた SNS で岩本うるさい言って叩かれるわけでございますよ、これ。そうですか。いや、あの同等シリーズもね、はい、もう太陽ビンビン入ってるから、これもう岩本が一番厄介なとこ、これ、これ、はい、これもういっぱい太陽当たってから、これ、岩本あたりは団長出ますよっていう何か看板もあったりして、でも動いてました。これつがいですね。つがいで2匹で、はい、で大体あの目撃するときは2匹で見かけるそうなんて言われてましたね。池中玄太80キロ思い出しましたよ。ね、自然あふれる、帯広からお伝えしていますけれども、さあ、で古川の打球はセンターです。センター大城掴んでツーアウト。完全に近藤さんは池中玄太80キロ知らない、ね、知らないスルーでしたね。今ごめんなさい、野球に行こうと、野球に戻ろうと。そういうドラマがあって、西田敏行さんが主演だったんですけど、そういう鳥などの自然ウォッチャーのカメラマンだったんですよ。でその単調をね、トリニックというシーンがあったんですよ、特別天然記念物ですからね、団長は。さあ、上川端を迎えます。2アウトランナーありますよね。9月はあの最初にも言いましたけども、みんな疲れてますからね。あ、まあ確かにね、はい、当然ファイナルマンスですからね、疲れはピークに来るかと。こちらは細川です。さあ、プロ2年目の細川、まあ、細川なんかは岩本さん、こうキャンプから非常に静かにするところです。あ、そういうことですか。これはこのトランペットは、ピエル青学東芝すごいって、このファンファーレはもう聞くとこだったんですよ。これ今日絶対に近藤さんファイヤーになります。 SNS が炎上します。間違いないです。
それぐらい今のはトランペットの部分ですね。いやそれぐらいみんながね、ここに酔いしびれてから応援するという文化があったんですよ。そういうのがあったんですか。そうですよ。